はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。さて、前回天水ですね、また争奪戦の末負けてしまいました。これはなんか最初に攻め始めた方がもう取れるのかなという感じしますね。同盟国の場合のみ、なんか全部最初に攻め始めてるような気がしますけど、まあ判定としてどこが最初かっていうね気もするんで、それはどうかなと思いますけども、もしくは同盟国にはもう勝てない、取り合いになったらもう最後落ちる時に同盟国が触ってたらプレイヤー側は取れないのではないか、そういうふうにもね思えてきました。なので曹操軍が来る前に V 行きましょう。ただこれも慍重に行かないと、マー軍団ですね非常に強力、この1万8000で我々壊滅することも十分に考えられる。そもそもステータス違いますからね、部隊の。さて今回曹操軍より先に V を取れるか、また V をすんなり取れるのか取れないのかですね、考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。では V に向けて行軍ですね、この歩ですね2つ取ってまいろうと思います。お、なんか出てきた。あー、なるほど、使者が到着しました。歩を取りに来たわけですね。で、そそから出社何ですか。この上まだ土地をよこせと完全に舐められている。待ってろよ、目に物を見せてくれる。そしてただいまの中華情勢ですね、だいぶ変動しております。なんとですね、権業落とされてしまいました。ここも曹操、もう曹操の勢いは止められない。すでに五越はもう草刈り場と化してしまった。五が落ちるのももう時間の問題、露光も落としている。そして効果は確か劉表だったような気がするんですよね、違ったかな。あ、違いますね。ここも孫権ですね、孫権の都市五都市ですね、怒涛の勢い。これ領主終わったらここね先んじて取っていきたいところでございます。そして劉表もですね、曹操劉将に攻められている。ここもかなり苦しい状態ではないでしょうか。その劉表最早に攻め込んでいる、もうぐちゃぐちゃですねここら辺、バトルロイヤルで孫権は師匠を攻めているという具合でございますね。我々は領主一都市 V ですね取れるよう頑張りましょう。おっと、点数11000、いや、やめてくださいこれ。あー、行こうとしてるなこれ V、ダメダメダメ、これはダメだ、先に我々行こう。あー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 あああ、いけません、これはいけません、これまっすぐ行こう。よし、行くぞ。これはもう玉砕覚悟、 V へ突入だ、絶対に勝つ。 V へ戻るぞ、これを倒したいですね。なんとか我々の方が先かな。うん、ここブロックだ、ブロック、よしよし、ナイスブロック、ナイスブロック。あ、横入りしてきやがった、後ろに並んでください。馬頭軍ぼちぼち出そうですが、どうでしょうか、まだ出ない。次のターンは出てきそうな気がします。しかし我々ここはもうゴリ押しでいきましょう、嫌な予感しかしないけど。お、パルティア到達しましたね。これでもう一つ10個目いただきましょう。まだ我らの方が3部隊先、ファーストタッチ説、これで証明できるでしょう。お、出てきた、これまずいな。まず歩を取る、いやでも絶対強いんだな、いやそうでもない、なんとか抑えている、猪木は抑えている。いやでも相手全然減ってないぞ、出たよほら、抜け目ない、これは勝てない。飛ぶかどうか見ましょうか。
どうだ、あー飛んだ、うわおかしいだろこれ、これおかしいだろ、いやいやいや、なんだその死亡率、あー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 、おかしいよそれは。で、孫権軍と同盟終わりましたが、孫権ともう接していない。そして孫権、我々も攻めることができるということだ。馬頭軍出してる数自体はですね、少ないんですけども、馬超がいないな、しかも。でも全然勝てないぞこれ。猪木壊滅、捕らえられた、マジか、うー、瞬殺じゃねえか、ひどい。なんとかこれ横から行きたいですね。早っ、ちょ、おかしいだろ攻撃力。さてどう展開していくか、馬頭がね危ないですね。誰か馬頭倒して、馬頭、あ倒せますね、よしよしよし、これでファーストタッチを取れるか。なんだか緊張してきました、これいけるのか。でも後ろのトートンが早いんですよね、これ抜かれちゃうかな、どうでしょうか。うん、これならいけそうだ、我らの方が早い、よし行け。ここで出てきそうですね、出てこない、いいぞ、籠城か、籠城だったら、よしファーストタッチ取りました。そして角が火をつける、いいぞいいぞ、ただいま4分割、そして5分割6分割となっていく、これならいけそうですが、どうでしょう。いやこれで取れなかったらもう嘘だろうってとこですね、もうこれだけ後ろに行ってますんで。さあ進んでいきます、長州はさすがにやられてしまうか、長州の右からトートンが入ってくる、そして V の士気はもう落ちている。長州と正気が壊滅しそうでございます。各さすがだ、持っている。そして曹操軍はトートンだけ攻撃に入ってますね、やられてくれないかな、トートンだけ、長州がやられる、この間から投石が入りそうだ、ちょっと待って、投石が入りそうだ、ラスアタ取られるかな、先に投石が触れたらなんてね、兵器が触れたらなんてことあんのかな。ご確認ください。 V の耐久は残り1393、兵士数は7300。さてさてどうなりますでしょう。おっと、越吉発見だ、来る、一発では来ない、あーここ入っちゃったか。で孫権が邪魔をしてちょっと移動ができなくなってますね、そういう嫌がらせをしてくる。我々の投石が入らない、そして最終段階、士気はゼロ、これは落ちる、朝鮮壊滅、いやこれ行くんじゃないか、あ戦車とか入れやがって、やめろやめろ、ラスアタの可能性もある。ていうかこれで取れなかったらかなりもう怒りを通り越して絶望。そしてパルティアンショットが10本目、ここで V に入ってパルティアンショットを装備したいところ、どうですか、あと757、 V が落ちるのはもう確定でしょう。いやここを落とせればですね、現役武将23人、おっといったぞ、利権が入った、これは取っただろう、よし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 、これはやりました。え、まだ間になってる、間になってるね、どっちどっち、制圧しましただよね、しましただよね、よし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 、これで馬頭が滅亡、V は長州軍だ、よしやりました、長州軍、なんか平成維新軍みたいになっちゃってるけど、おお18人、あれ23人いたんじゃないんだ、やりましたね、全員問いよ、関水来ない、え一人だけ頼むぞ、長だけ、
いやいや、長州の嫌われっぷりひどいな、これ。いや、もう馬長、馬頭、馬隊、まあ、馬軍団全部入ればまあいいですよ。他のなんか漢中軍閥の方はまあまあそれでも人が足りないから欲しいけど、いやこれ大丈夫かな。え、フォアリャ、まず全力でですね V の人材を取る。もう全部 V に呼ぶか、もう人を。こう見るとですね、ファーストアタックかもしくは兵器かな。兵器が接した方、兵器ついてなかったですからね、運が良かったです。まあこれからその両方をちゃんと取っていかないといけないかなというところですね。なんかマー軍団一人も来ないんですけど、これどういうことですか、これ。あれ、あ、関水はいける。参ろうか。まあパラメーターいい武将からどんどん取りましょう。お、そうそう、3万8000。あ、輸送か、なるほど。ここら辺に兵はいらないと。旅行、よし。2人目セコエ、3人目関水、4人目、大きい大きい、一挙に4人は大きい。流氷軍の使者、いやー、そろそろどうでしょうね。流氷軍もいいんじゃないですか。解いていきましょう。もう接してないし、大体。よし、ちょっと待って。ここから流氷は結構きついんで、流氷結構いけそうですね。無理やり効果行こうとしてます。なるほどなるほど。ただ兵がいないんですよね、簡単に持ってこれない。となると5に行くか。可否には6万兵がいます。それもありですね。お、在野が見つかりました。チャーシューがいるじゃないか。チャーシュー、まずチャーシューを、お、チャーシューを解き伏せることぐらいたやすい。ちょっと待って、こんな24日もかかる核融資じゃないとチャーシュー取れないの。まあいいか、とりあえずチャーシューにして、早い人が出てきたら早い人に行ってもらいましょう。あとはこのターンどうでしょう。馬長とかダメか、馬隊もダメ、馬軍団また全部ダメ。あれ、あ、馬頭は来る、関水で釣れる。参ろうか。宝徳もダメか。まあ、とりあえず取れる人から取りましょう。お、馬鉄は来るぞ。ここから芋づる式いけるかな。いたします。お、そうそう、王に即位ですね。牽制を振るっている。お頼み申す。よし、馬頭来ましたね。これは大きい。長州軍の誰よりもパラメーター高いですからね。援護、これも今はですねすごい優秀。そして馬鉄が来る。芋づる式、馬頭馬鉄で馬長を釣りたい。来ましたね、馬頭で馬長。よしよしよし、向いてきましたよ我々に。あ、でも馬隊は来ない。なかなか難しいですね。馬厩は来る。先に宝徳行きたいですね。宝徳来ない。馬運力、馬運力いける。馬運力からですね。あ、人見とけばよかった。あ、結構馬厩はもういけるんだ。なるほどなるほど。正義から、よし、東洋、洋風、東洋。だって猪木遠かったですからね、空振りさせました。そして馬厩、東洋。マー軍団大体取りましたね。馬力、よし。あとは馬長、うん、どいよ。マー軍団これ全部来たかな。来ましたね。あと宝徳ですね、目玉は。お、いいですね。今日が天水を攻めている。どんどん攻めろ。あ、馬隊がいましたね。馬隊、宝徳、長江が
未だに応じません。さあチャーシュー、核有志がチャーシュー、よろしく。よし、チャーシューを取り戻したぞ。ああ、バタイ逃げた。宝徳も行ったかな、これ。宝徳も、ちょい宝徳はいますね。よし、核ならいける。マイルとするか。1日で行けますからね、絶対逃げないでしょ。これ超高全然ダメですね。なんかあるのかな、これ。あ、王位が多分どっかにいるんですね、おそらく。曹操のところだから来ないんだ、王位の旦那さん。なるほど。さて、ではですね、武将の移動、そして兵の移動、やってまいりましょう。 V からはですね、常用円のあたり、円の方が早いかな、常用に行くには。いや、こっちの常用か、こっちの常用からこのルートで上陸して、うん、もう戦ってますね。あー、でも兵数結構多いかな。いや、ちょっとでもこれは兵士数的に遠い未来になりそうです。やっぱ可否からですね、持っていきましょう。6万いますから、6万しかも使い放題ですね。これを五越に持っていきましょう。頑張れば何度かいけそうですね。もうむちゃくちゃですね、これ隅っこ隅っこばっか取って。いや、オセロみたいにひっくり返せたらね、いいんですけど。いや、まだまだ展開が見えないですね。どうなっていくんでしょうか。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。